マルクス・ユリウス・ピリップスは軍人皇帝時代のローマ皇帝。ピリップス・アラブスとも呼ばれる。シリアで流通している100シリアポンド紙幣に肖像が描かれている。ピリップスの若い頃の生活と政治的経歴はあまり知られていないが、シリア属州のダマスクスから南東約55マイルに位置するシャハバで生まれたと伝えられている。ピリップスの家系が アラビア半島出身だったことからピリップスはアラブスと呼ばれるようになった。なお、父ユリウス・マリヌスはダマスクスの地元のローマ市民で、おそらくはそれなりに有力な市民であったと考えられる。母の名は不明である。資料によれば、兄弟のガイウス・ユリウス・プリスクスはゴルディアス3世のプライトリアニに所属していた。ピリップスはマルキアをオタケリア・セワエラと結婚し、 238年に、息子、マルクス・ユリウス・セウェルス・スピリップスが生まれた。ゴルディアノス3世による、サーサーアン・アサエの侵攻にも同行し、戦争中に病没したガイウス・フリウス・サビニウス・アクイラ、ディメシテウスに代わって、プライフェクトス・プライトリオに就任した。244年のミシケの戦いで、ゴルディアノス3世が死去すると、軍中で皇帝宣言を行った。軍隊を率いて、 ローマへ帰り、元老院に皇帝として認められた。おそらく、ゴルディアヌス三世の死に関与していたと思われる。また息子、マルクスも、カエサルの称号を得て、共同皇帝となった。皇帝になってからは、パンノニアとも、エシアでのゴート族の侵入に対し、戦争を行った。248年にゴート族を退けたものの、軍隊は、この結果に満足しなかった。 反乱が起こり、それを鎮圧した後、ピリップスはこの地方の総督に、ガイウス・メッシウス、クイントスでキュースを指名した。248年4月、ピリップスは、ローマ建国1000年祭を、ローマ市内で開催した。1000人以上の検討主が参加した検討事案や、カバやライオン、キリンといった珍しい動物が提供されるなど、壮麗なイベントであったと伝えられている。一方で、 シベリウス・クラウディウス・マリヌス・パカティアヌスら、フィリップスに対する、軍内からの反乱者が相次いだ。249年春、パンノニア総督デキウスは、ドナウ川の軍隊によって皇帝と宣言され、直ちにローマへ進軍を始めた。フィリップスの軍はデキウスの軍と現在のベローナ近辺で夏に衝突した。この戦闘でデキウスが勝利し、フィリップスは殺された。 敵軍との戦闘の最中のことか、新しい支配者の関心を買おうとした自軍の兵士によるものかは不明である。デキウスの勝利がローマに伝えられると、当時11歳で共同皇帝であった息子マルクスも殺害された。後世の伝承は、教会師か、エウセビオスの教会師などは、ピリップスを最初のキリスト教徒ローマ皇帝としているが、非キリスト教徒の著作に、 この言及はなく疑わしい。またピリップスが知性を通じてローマの国家宗教を続けたこととも矛盾する。エウセビオスによる主張はピリップスがキリスト教徒に対し比較的寛容な政策をとったことに由来すると考えられている。ありがとうございます。